皆さんこんにちは。今回はアンプに関していただいたご質問、ご意見を中心にお答えしていきます。測定データの意味や視聴の時に使えるスマホを使った音量の合わせ方もご紹介します。どうぞ最後までご覧になってください。アンプはスピーカーをグリップするものではないのですか、というご質問です。グリップには振動板を捕まえて動きをコントロールするイメージがありますが、アンプにそういう働きはありません。アンプはただ単にスピーカー端子に信号通りの電圧を与える道具で、スピーカーはそれをもとに勝手になる仕組みです。小さなデジタルアンプで巨大なウーファーを問題なく鳴らせるのは、アンプがスピーカーをコントロールしていないからです。アンプの駆動力とは何ですか、というご質問です。駆動力というのは、どれだけたくさんの電流電圧をスピーカーに与えられるかという性能です。アンプのカタログには良好な音質が得られる能力の限界が書いてあります。それが低角出力です。大出力のアンプは駆動力に余裕がありますが、駆動力の余裕が音の余裕を生み出すことはありません。使わない出力は無駄になるだけです。アンプは 100W より 200W の方がいいのですか、というご質問です。 200W 必要ならいいと言えますが、そうでないならいいとは言えません。なぜかというと、アンプは 100W を超えるとコストパフォーマンスが極端に悪くなるからです。 100W と 200W の音量の差はわずか 3dB です。これはギャングエラーでもあり得るくらいの違いですが、たった 3dB のためにアンプには2倍の能力が要求されるので、大型化してコストが跳ね上がります。コストパフォーマンスは非常に悪いと言えます。コストパフォーマンスが悪くならない上限はだいたい 100W です。これ以上のワット数を求める場合は、それを使う機会が本当にあるのか考える必要があります。使わないのに 200W を持っても音が良くなることはありません。使わない出力は無駄になるだけです。BTL 接続のメリットとデメリットは何でしょうか、というご質問です。 BTL 接続というのは、ステレオアンプの2チャンネルをプラスマイナスに割り振って1台のモノラルアンプとして使う接続です。このメリットは2倍の電圧が得られること、つまり出力が2倍になることです。デメリットは音質に不利なことです。2チャンネルをプラスとマイナスに割り振りますから、特性がきっちり揃っていないと歪みが増えます。2台分の出力インピーダンスが直列に入るので、ダンピングファクターも悪くなります。出力を稼ぐ以外に BTL にする理由はありません。2チャンネルのステレオアンプは2チャンネルのまま使うのがベストです。AQ アンプは ABQ より音が良いのですか、というご質問です。 AQ アンプはクロスオーバー歪みが出ないので、 ABQ より音が良いとされています。これは以前調べた歪みの結果です。 AQ のアンプが2つありますが、わかるでしょうか。 AQ は原理的にクロスオーバー歪みが出ませんが、アンプの歪みはこれだけではありません。素子自体に特性のばらつきや非線形性があります。これらの歪みを合計した最終的な結果は、 AQ も ABQ も大して変わらないのが現実です。 ABQ でも歪みを十分小さくできて、 AQ と区別できません。発熱が多くて非効率な AQ を選ぶ理由はほとんどないでしょう。アンプの音はスピーカーを通して聞かないと意味ないのではないですか、というご意見です。スピーカーを通すのは視聴のやり方として正しくありません。
スピーカーを通すとアンプによって音が変わります。しかも過渡応答が変化したり、音色自体が変わって聞こえます。これはアンプの音ではありません。なぜかというと、スピーカーケーブルでも単なる抵抗でも全く同じ変化を作れるからです。わかりにくい話ですが、この仕組みを知らないと、アンプには音の違いがある、スピーカーをつながない視聴に意味がないと思い込んで、終わりのない試行錯誤をすることになります。スピーカーを通してアンプの音の違いを聞くのは不可能です。これは人間の耳やスピーカーの性能がアンプよりずっと悪いためです。アンプの音に関係するのは周波数特性と歪みとノイズです。これは測定結果を見るのが正確です。周波数特性がフラットなら、定格出力以内で使う限り音に違いはありません。この特性はどのメーカーのどの製品も基本的にフラットですから、何を選んでも出てくる音は同じです。アンプのダンピングファクターは負荷をつないだ時の音の変わりにくさを表すスペックです。スピーカーを通して聞くとアンプによって音が変わりますが、具体的にどう変わるかはダンピングファクターとスピーカーの特性から計算で正確にわかります。しかもこれはアンプの音ではありません。これを聞き比べるためにわざわざスピーカーをつないで空気録音をする意味はありません。同特性ではない正特性だけで評価しても意味ないのではないでしょうかというご意見です。アンプの同特性はいつも最初にご覧いただいています。周波数応答はアンプの同特性です。過聴域全体が定格出力までフラットということは、いきなりフルスイングの波形を与えても完璧に応答できることを表しています。つまり過渡応答は完璧です。測定は音の一面だけではないですかというご意見です。いつもご覧いただいている内容は音に関係する主な項目をすべて網羅しています。中には公表されていないものやメーカーでも測らない項目が含まれています。これらの多くは測らなければ永久に謎のままだったかもしれません。測定で得られたデータは人間が耳で判断するよりはるかに正確で信頼できる結果です。測定データを見せられても実際の音との関係がわからないと意味がわかりません。昔のオーディオ雑誌はデータを載せていましたが、そのことが抜けていました。実際の音との関係は人の聴覚限界と比べることでわかります。比べてみて聴覚限界を超えた出来事の場合は私たちには関係ありません。このことは噂話の解明や無駄な出費をなくすことに役立ちます。オーディオの世界には昔から奇妙な噂話や定説があります。データを聴覚限界と比べて耳でわかるような違いがなければ実際は違いがないということです。実際に違いがないものにお金を出したくない人は出さずに済みます。ところで聴覚限界はいくつなのでしょう。これがわからないと比較ができません。聴覚限界を知るために動画の中でブラインドテストをしてきました。皆さんから貴重な回答をいただいたおかげでいくつかの成果が得られましたのでご紹介します。中には耳のいい人もいますが、おおむねこのくらいです。音量差が 2dB あると音が違って聞こえます。しかも単に音量が違うのか音が違うのか区別が難しいようです。ダンピングファクター7は F 特の凹凸に関係します。このスペックは昔から言われている通り10あれば十分でした。
データで違いがないものが違って聞こえる場合は、音量の違いを疑ってください。今回音量の違いについて、1dB 以下で聞き分けができなくなることをお伝えしました。視聴の際の参考にしてみてください。今は YouTube のテスト音源とスマホのアプリがあれば、音量差を管理できます。測定距離はスピーカーの大きさに合わせます。例えばこのスピーカーの場合は30センチです。測定では 1kHz のテストトーンとスマホのアプリを使います。スピーカーは周波数特性に凹凸がありますので、1kHz がいいとは限りません。いろいろな周波数を試して、平均を取るといいでしょう。ご視聴ありがとうございました。